はいどうも、おもチャンネルです。さあ今回はね、こちらです。はい、今年もね、大阪の万博公園で鉄道祭り2018が行われました。日本最大級屋内鉄道イベントということなんですが、これがまた結構楽しくてね、鉄道展示やステージ、あとね、子供も遊べるところがあったり、食べ物もね、結構いろんな屋台が出てて美味しいものたっぷりです。でついでにね、横でバーガーエキスポもやっておりましたね。ちょっとこれ行ってないんで、今日ぐらいまた行ってみようかな。でこれ以外にもね、今回僕すごいなと思ったのは、プラレールのね、野外のジオラマがあったんですが、大阪駅のね、再現性がね、なかなかちょっとね、みんなおおって言ってたんで、あれはほんとね、かなりね、もう見応えがありました。で毎年ね、僕ね、この鉄道祭りのね、目的はね、まあなんといってもね、各鉄道会社がもう一気に、ね、集まって、ちょっとね、グッズとか販売するコーナーがあるんですよ。もうほぼほぼね、もうほぼね、僕の中ではそこがちょっとメインといった感じで、ついついお財布の紐がね、緩くなっちゃいます。まあということなんで、今回は本当にかなりね、お財布のね、紐がですね、もう緩くなりすぎちゃいまして、いろいろとね、ちょっと買ってきましたので、さあ今回はどんなものをね、手に入れたのかね、関西に住んでたらね、手に入らないものがね、結構あったんで、ちょっとね、お見せしたいと思います。さあでは本当にかなりの数があって、ちょっと使いすぎちゃったんですけど、見ていきましょう。まずはこれはどこのやつかな、全国登山鉄道パーミル会。これは袋は関係ないのかな、あ、一応関係あるのかな。これが限定のプラレールですね。いや本当知らなかったプラレールがね、今回も結構あって、これがまずその一つなんですが、箱根登山鉄道の3000型ですね。はい、こんな感じのね、オリジナルのね、プラレールになっておりまして、実際の車両がこんな感じです。登山電車でね、いいですよね。これは本当に現地でしかね、売ってないみたいで、まあこういうのもね、買えちゃうのがね、鉄道祭りの魅力といったところですかね。わ、箱根登山電車オリジナル商品でちゃんと書いてます。いやーこれはね、本当ね、結構嬉しいです。でまたね、別でね、ゆっくりとね、紹介させていただくんですが、ちょっとね、どこにも書いてないんですけど、動力自体はこれは乗せ替え OK の動力っぽい形かな。で実際のプラレールがこんな感じなんですけど、結構可愛い感じのデザインですよね。いや本当これプラレールもいいんですけど、実際これちょっとね、乗ってみたいですね。なんかもうペットボトルのお茶とか飲みながら乗ったらめっちゃ気持ちよさそうでしょ。いやほんと素敵ですよね。はい、まずはね、箱根登山電車のオリジナルのね、プラレールでした。でなんかあとこれなんだ、あ、ちゃんとこんなね、シールもつけてくれてます。これはいつ頃発売されたんですかね。まあそのあたりもね、ちょっとね、気になります。まあということで、まあどんどん参りましょう。続いてはおと、こちら行きましょうか。ちっちゃい袋からね、ちょっとだんだん行きましょう。あ、江ノ電や江ノ電、これはね、僕ね、もう袋からして嬉しいんですけど、はい、こちらでございます。はい、今回はね、プラレールの江ノ電300系ですね。これもね、多分ね、一般の店舗では売っていなかったタイプかな。まあ少なくともね、今現在の通常のラインナップにはないんで、まあなかなかね、買う機会もないんでね、こちらに購入させていただきました。もう一つ車両売ってたんですが、そちらはね、500系のサウンドタイプのやつで、そちらは確かね、普通に売ってたと思うんですけど、これは本当に多分なかったはずです。江ノ電でね、本当外国の方とかのもね、かなり人気のある電車で、いやこのね、なんとも言えね、この緑とね、黄色というんですか、このツートンカラーがもう江ノ電って感じでね、なんかこう落ち着きますよね、見ててね。まだね、江ノ電ね、乗ったことないんですけどね、まあ本当いつかね、乗ってみたいなとは思ってます。いや本当素敵ですよね。で今回のプラレール実際の写真はね、こんな感じでいいですね。走行を見てたらすごい落ち着きそうですね。ちなみにこれは現地で売ってるんですかね、駅とかで。ちょっとそのあたりはあまりわからないんですが、で続きまして、続いてね、こっち大きいんでこれ行きましょうか。これがね、京急です。京急、はい、ここにお届け急と書いてますが、今回はね、まあ、直接プラレールはいっぱい売ってたんですけども、車両自体はね、もうほぼほぼオンラインショップで買ったんですが、これがね、ちょっと買えていなかったんで、今回はちょっとね、いっぱいやってきました。はい、これね、カプセルプラレールで京急スペシャル2ですね。普段カプセルプラレールではね、見慣れないね、カプセルのカラーでグレーなんですけども、これすべてね、グレーなんですよ。本当開けないとね、中身ね、わからないんですが、こちらね、全12種あって、今回まあ多分コンプリートはね、難しいと思うんですが、全部で3000円分かな、15回ほどね、
回してまいりました。めっちゃくちゃドキドキしてるんですけど、あのツイッターでね、視聴者さんが私も回しましたよってね教えてくれたんですが、その方が多分ね結構回されてたんですけど、ゼンマイ車が一つもなくて、ちょっとねそれを見て僕ねハラハラしてるんですけど、まあ15個回せばね多分ね大丈夫だと思うんですが、またこれねあのまとめてね一気に開封動画ねやってみたいと思うんでね、ちょっとね楽しみにしておいてください。あのちなみにあのラインナップはねどんな感じかというとね、あのこんな感じです。ガチャガチャのね本体にはこのように載っておりました。で、あと、あ、これ袋ね、もう一個ちょっとね、入ってるんですが、これですよ。まあ、これはあの、関西のね、南海電鉄なんですけど、まあ、結構あの、各鉄道会社ね、くじ引き的なあの、ガチャガチャのマシンを置いてまして、それでこれがね、ちょっと何等だったか忘れたんですが、販売価格はね、2000何百円かなするみたいで、1回500円のガチャガチャでね、こちらね、当てることができました。これが南海の真田赤備えでよかったんでしたっけ?の列車運行開始記念の、グッズになってて、ちょっとねさっき開けてみたんですが、結構ね、これゴージャスなんですよ。これがキーリングになってるのかな。おお、なかなかのね重量感がありまして、これはあの本当ね2000円ちょっとぐらいするんですけど、っていうかあの高級感がなかなか半端ないですよ。めっちゃ重たい。まあ500円でこのね2000円ぐらいのねこのキーリングが当たったんで、いやこれはちょっとねラッキーですね。ちなみにこのガチャガチャ回したのね、僕のあの息子なんですけど、まあ息子的にはあの車両とかの方が良かったみたいです。まあこれはちょっとね、電車の旅とか行くときにつけていきたいと思います。まあこれはまあ結構な当たりですよね。で、続いてね、これ結構大きな袋かな。これはちょっとね、子供たちのプラレールを直すのに買った。まあまあよくあるやつなんですけど、これアウトレットでね、結構ね、安かったんで、ちょっとね、買っちゃいました。京急の収納ボックスミニ3個セットですね。カラーボックスに収まるタイプで、2100、2200、600とね、3種類の電車のね、車両がデザインされている、とてもね、可愛いミニボックスです。まあ、こういうのはあの、本当あの、子供たちがね、楽しくね、お片付けしてくれるんでね、とてもね、いいと思います。で、続きまして、この大きいの言っておきましょうか。ドーンと、これね、めっちゃ前から欲しかったんですよ、これ。いや、購入はね、知り合いにね、頼むことができたんですけども、これがね、あのね、前にあの、マツコさんの番組でやってたのかな?それを見てね、結構欲しかったんですよね。この吊り下げ式のね、モノレールで、湘南モノレール5000系のセットです。いや、これご覧ください。こんなんですよ。こんな素敵なあの、モノレールのね、レイアウトがね、組めるセットになってます。で、これがね、あの、6000円ぐらいしたんですが、もうワクワクしてね、開けようと思ったんですが、これすでにあの、中身がね、息子に奪われておりましてね、すっからかんですね。まああのね、子供のためのプラレールなので全然いいっちゃいいですけど、まあ、実際にね楽しんでみましょうか。本当にあのね楽しいね素敵なモノレールのねセットになってます。あ、これあれなんですね、吊り下げっていうんじゃないですね、懸垂式っていうんですね。失礼いたしました。ていうかマジでかっこいいですよこれね。こちらもねまたねちょっとね軽くね今度ね紹介させていただきたいと思います。まあ、せっかくなんでもうワンセットぐらい買っときゃよかったかなって思いますね。で、あ、こんなところにあのちっちゃい袋隠れてた。これがこちら小田急ですね。小田急はこれが、あ、これうちの子が欲しいって言って買ったやつかな。はい、こちらおなじみですね、小田急ロマンスカーの N ゲージのねダイキャストスケールモデルです。これが確か開けてますね。よいしょ、ちょっと見てみましょう。はい、こんな感じのね、N ゲージのレール上をね、走らせることができる、ダイキャストスケールモデルです。作りはね、しっかりしていて、まあ実際ね、モーターとかないんで走行はしないんですけど、最近ね、ちょっとね、うちの子がね、このスケールモデル系にね、ハマっておりまして、ちょっとそろそろプラレールからね、N ゲージにね、移るんじゃないかなって思っております。まあ、N ゲージね、結構管理とかね、大変なんでね、できればあの子供にはね、ちょっとプラレーラーでいてほしいかなってね、思っちゃったりしてるんですけどね、まあ、車体のこの細かさというか、出来というのはね、N ゲージとかの方がね、ほんとあの、しっかりできてるんで、まあ、ちょっとなかなかね、どっちに行くかね、難しいところなんですけど、さあ、うちの子はね、将来どっちに向いてるんですかね、今から楽しみですね。まあ、父親の僕は多分ね、ずっとプラレールだと思います。で、あと、これが何でしょう。あ、これも開いてますね。テクテク電車。これがね、可愛いですよ。これ、可愛いです。まあ、動きはね、大体、あの、予想できるとは思うんですけど、このシリーズね、結構いっぱい出てて、ちょっと全部ね、集めようかなと思ってるぐらい、これがね、素敵な動きをします。はい、来たー。なんだ、これ。まあ、憎めないですよね。落ち着きますね、これね。
かわいい。ちなみにあの今回この車両は小田急電車の4000系です。これあの1個500円ぐらいなんで、ぜひあの皆さんね、見かけたら買ってみてください。で、あ、これか、途中で買ったけど飲んでいないドクターイエローのペットボトルの水、まあ、これはまあ、 あのよくある水ですね。で、まだありまして、これが安かったから、まあ、 あの新大阪の駅に行ったらいつでも買えそうな気もするんですけど、はい、こちらちょっと編集するときにつまもうかなと思いまして買っちゃいました。新幹線うまい棒チーズ味。これ普段あの700、800円するみたいなんですけど、ちょっとね安くなってて500円で購入できました。ちょっとあのどんなものか見てみましょう。よいしょ、はい、あ、結構ぎっしり詰まってる。全部で20本入りですね。これが、はい、はい、こんな感じのデザインのうまい棒のパッケージですね。 N700A で、これが923のドクターイエローですね。で、他にこれが800系で、あとはなんだなんだ、いっぱい入ってるけど他のデザインが出てこないぞ。どこにいてるかな、あ、奥にいてた。これが、はい、こちら E5 系です。で、こちらが E7 系ですね。で、これでラストかな、 E6 系になります。はい、なかなか素敵なデザインのうまい棒のセットですね。まあ、これがね20本で500円なら結構あのお土産としてはね全然安いと思います。ちょっとね鉄道祭りね、これから行かれる方はね、これまだ多分売ってると思うんでね、買ってみてください。で、ちょっとあの小腹が空いたので1本ぐらい食べてみますね。はい、中身は、あ、まあ普通のあのうまい棒のチーズ味がねそのまま入ってる感じですね。ちょっといただきます。うん、おいしいよ。やっぱうまい棒は安定感ありますね、美味しさね。うん、はい、ごちそうさまでした。いや、ほんとうまい棒ってもう名前の通りうまいっすよね。これあのほんとあのおすすめです、買ってみてください。で、あと、あ、そうそうそう、これがね、よいしょ、紙袋の中に袋で入ってて、とこちら新京成ですね。はい、こちらもねオリジナルのプラレールがね売っておりまして、全然こんなのあるの知らなくて、ちょっとね2両ほど買ってまいりました。で、これが素敵です。まあ、何が素敵かというとね、後で言いますが、はい、とりあえず買ったのがこちらの2両ですね。まあ、パッと見のね見た目はね、もうね全くもって変わらないと思います。ちなみに名前、上の方がね新京成電鉄の N800 型の2次電車で、下が N800 型の4次電車です。僕あの詳しくは知らないんですけど、まあお店の人曰くね、行き先表示の違いだけですみたいなことを言ってました。まあこれあの2つね買う必要があったかどうかと聞かれるとね、まあそれはねもうねコレクターなんでね、必要あったしか言えないんですけど、まあちなみにあの2両のね違い、ここにね説明書いてますね。まあ実際の比べてみないとね、ほんと細かい違いとかはねわからないんですが、さあどういった違いがねこの2つにあるんでしょうか。もうパッと見はねほんとあのびっくりするぐらいに一緒なんで、ちょっとねほんと楽しみです。で、このね電車ね、なんかあのふなっしーとコラボしたんですか、こんなねシールセットになっておりまして、まあ2両分ねこれ買ったんですけど、 DIY ふなっしー新京成プラレールに貼っていくだけ。これがねどうやら後付けのねドレスアップシールになっているようで、ふなっしーです、ふなっしーすごいですよ。で、貼り方のね見本がここに書いてるんですが、このね800型のプラレールにシールを貼るとねこんな感じになるようです。これめっちゃ可愛いですよね。で、シール自体は、はい、こうなってますね。左車体用と右車体用に分かれております。結構細かくてたっぷりなんですよ、またシールが。これで2セット分にあるんですけど、すっごいねもうほんとあの買ったはいいんですかね、この貴重な関西圏では買えないね車両に貼ろうかどうかを迷うところです。まあプラレールのね動画配信者としてのねまあ義務というか、そういうのを感じておりまして、まあ絶対ね貼らなきゃいけないとは思うんですけど、ひょっとするとね貼るときに躊躇してるかもしれませんが、ぜひまたねこちらのねふなっしートレイン、そしてねこのね元になる車両新京成電鉄ね N800 型、こちらのね動画もね楽しみにお待ちください。で、あとなんかこれね結構なんかあのおまけいろいろつけてくれてますね。これがプラレールの発売記念のオリジナルシール2部ですね。で、小さめのクリアファイルで裏にはマスクが入ってます。入れときますよってね言ってないんですけど、めっちゃ入れてくれてる。
これがちっちゃいハンカチタオルかな。これ結構嬉しいですね。これ普通に売っててもいいようなやつで、あとねこれがノートね、ノートグラフノートってなってるね。こういうメモリが売ってあるタイプかな。これも一つ入ってて、であとこちらがおわ鉄カードですね。鉄カード、おーいいですね。ちゃんとこういうのも入れてくれてるんですね。でこれねまた嬉しいね、電池まで入れてくれてるんですよこれ。いや僕ねこれほんとさっき確認して中身ね知ったんですよ。何も言わずにここまでサービスしてくれてるなんてね、ちょっと神経性電鉄おっしゃいますよ皆さんね神経性電鉄ね乗りに行ってみてください。サービス精神は素晴らしいと思います。まあ、他の鉄道会社さんも負けてはいないとは思いますけどね。でこれで最後かな、ちょっとチョロ Q をね結構欲しかった車両をね買ってしまいました。はい、こんだけかな。はい、まず小さいところから、はい、まずこれが N700A 新幹線のぞみの F1A 編成です。でそのお隣がドクターイエローで T5 編成で、見た目自体はそこまで変わらないですけど値段が倍違うっていうね、すごい、ね、ドクターイエロー1000円ってなかなかすごい値段。これちょっと若干ちょっと躊躇したんですけど、まあついでにねちょっと買っちゃったかなみたいな感じです。普通に駅とかで売ってそうなんですけどね。でこちらがこれもね今度鉄道博物館行くんでここで買う必要なかったと思うんですけど、こちらが鉄道博物館のオリジナルのねチョロ Q ですね。右が 0K21 型の1号車かな。でこちらが 500K の521型の1号車です。でこれもなかなかのお値段で1台1200円、高いな。いやまあ正直言いますと高いんですよこれ、1200円ですからね。でこれもね1200円なんですよ。これ逆に安く感じますよね。N700系の S1 編成のさくら、はい、こんな感じでかなりねゴージャスなチョロ Q になっております。2両入ってるんですよね。なんかさっきの見てるとねほんとこれすっごい割安感みたいなのがあって、これは躊躇なく買えたんですけど、まあちょっと僕感覚麻痺してるんですかね、1200円はね今考えるとねそこそこの値段なんですよね。で同じくねこれもね1200円です。 W7系の北陸新幹線 W5 編成博多化、はい、こちらもね2両になっていて、で出来はかなり塗装の感じ良さそうですね。これなかなかかっこいいと思うんで、これ本当前からね欲しいチョロ Q だったんで出会えて嬉しいですね。まあ多分新幹線の駅とかで売ってそうなんですけど、関西圏はあるのかな、わかんないです。でこれは絶対新大阪の駅で売ってそう。 N700A 新幹線のぞみの F1 編成、これもね値段1200円です。一番最初にお見せしたこちらが小さいタイプのチョロ Q だったんですけど、こちらが大きいタイプの F1 編成のチョロ Q、 これも大きい分ねかなり細かいところまでね再現されていそうなので、ちょっとね走らせたりするのがね今からね楽しみですね。はい、まあこんな感じでざっとでございますが、今回ね鉄道祭り2018行ってきまして、またね今年もいろいろと買い物してしまいました。いや本当鉄道祭りにはね魔物が住んでるというか、魅力のあるね商品本当に多いと思います。まあ、特にいっぱい数があるね初日はもういろんなものがね目に留まって、でこの動画をねアップするね今日が2日目です。これをね見てねこの後鉄道祭り行かれる方はちょっとね財布の紐はギュッと縛って、特に小さいお子様がいらっしゃるお父さんお母さん、もうほんと子供たちがね欲しくなるようなものばかりです。鉄道好きならもう絶対これみたいなね、そしてこの場でしかね買えないっていうねこう気持ちにねさせるものばかりなんで、まあチャンスといえばねチャンスなんですけども、まあこの機会にと思われる方はね逆に現地ではねあまりカードを使える店とかはないんで、お財布に現金をしっかりと詰めて誘惑にがっつり負けてきてください。僕は負けちゃった一人でございます。はい、ということでまたね今後もねいろいろちょっと紹介してない車両とかもございますが、こちらも含めねどんどんとね紹介させていただきますので、またねご視聴の方よろしくお願いいたします。ではではまたねお会いしましょう。おもチャンネルのタルでした。皆様のチャンネル登録やコメント評価どんどんお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。
あとツイッターインスタもやってるんで、そちらのフォローの方もぜひよろしくお願いいたします。では今回も最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました。またね、他の動画でぜひお会いしましょう。じゃあこれからね、鉄道祭り2018年をね、楽しみに行かれる方はね、ぜひね、楽しんできてください。ではまたお会いしましょう。ごきげんよう、さよなら、バイバイ。あ、こんなの忘れてたこれちなみにくじ引きで当たった車両2台です。ではこれで本当にさよなら、ごきげんよう。